Bonjour. なんちゃって。さすがにフランス語でやったらみんな怒られるんで、ちょっと日本語でやります。で、今日は、遊びの話します。で、大体子供が喜ぶ話ですけど、まあ、その結論になると、まあ、ちょっと大人に嫌われるかもしれないですね。で、なぜそうなったのかっていうか、なぜこういう話をしたくなってきたのかって、実は僕は31歳で、一昨年結婚して、今年の1月、息子のガスパールが生まれました。で、まあ、完全な親バカですけど、まあ、僕はフランス人で、妻が中国人で、で、なかなかいろいろ難しい話が出てくるんですけど、今日はそういう話はしません。この子は何語を喋ってくれるだろうみたいな、それは一切しません。僕が、まあ、さっき、リュッターさんから紹介されたんですけど、その遊びについて研究やってる人間として、やっぱり子供におもちゃをあげるのはもう当然のことですけど、いいおもちゃは何なのかで自然に考え始めるんです。で、ここにいる子供たちに聞いても、多分いいおもちゃがすぐ答え出てこないかもしれないです。いいおもちゃって何ですか？いいおもちゃが何だろう？いいおもちゃが存在しているなら、じゃあいい遊びがあるんじゃないかなって、じゃあいい遊びと悪い遊びがあるんじゃないかなって、それが何でしょう？子どもの成長に役に立つ遊びは何でしょうね？で、まあ、ちょっと研究者なので、普通に仕事として、まあ遊んでるだらけですけど、いい遊びを探りながら、まあ、結果はまあちょっとまとめると、大体2つに分けることができます。ちょっと言葉は難しいかもしれないですけど、まあ、受動的な遊びと、能動的な遊びですけど、簡単で言うと、受動的な遊びがその他の人が叱られているものを楽しむことです。アニメを見たり、漫画を読んだり、音楽を聴いたり、結局、まあ、他の人のストーリーに入ることが、まあ、受動的な遊びにします。一方、能動的な遊びがその自分から考える遊び、自分から作る遊び、自分から作る物語というのが、まあ、一つの例を出します。で、3年前の話ですけど、ここに映ってる左側 の女の子が、まあ、リンコちゃんですけど、友達の娘ですけど、まあ、1週間ぐらいその友達の家に泊まらせてもらったんですけど、毎日遊びに付き合ってたわけですよ。で、この、まあ、僕が持ってる人形が、まあ、ポポちゃんですけど、リンコちゃんから見るとポポちゃんが最高です。何でもできる、料理できる、スーパーマンのように空を飛べて、まあ、買い物できたり、いろんなものを運転できる、もう最高な主人公ですけど、で、大人から見るとそのリンコちゃんが作ってる物語が矛盾すぎて、思わずにずっと爆笑してたんですよ。この子考えてるストーリーがわけわかんない、何が楽しいのかわかんないですけど、あの子を見ると一生懸命遊んでるのが分かってたんですよ。この子すごいなと思ったんですよ。この子の想像力が半端ないです。3歳で何でも楽しい、どんなおもちゃを取ってもなんとなく無理やりに合わせて話の展開になるんですね。で、なんとなくこの子の遊びがもしかしていい遊びじゃないかなって。で、なぜ子どもたちがこういう自分から作ってる遊びから他の人が作ってる遊びに移ってしまうっていうのが、なぜそういう自分から想像したくなる、したくなくなるのは、ちょっと不思議に思ってるんですね。この柔道的な遊びではやっぱり自分から考えなくなるんですね。ただ映画アニメを見るだけで、まあ、ぼーっとするだけで、まあ、楽しいかもしれないですけど、考えないです。脳がお休みになります。で、それは、まあ、いろんな研究があるんですけど、そのテレビを見すぎるとやっぱ脳の想像力がちょっと弱まってしまう、脳が硬くなるんじゃないかなっていうことが分かってきてるんですね。じゃあ、そのいい遊びはどうやってもっと子どもたちがやらせるのが、まあ、ちょっと本来の、僕の研究の目的になってます。で、もうちょっとあの図で表してみると、縦軸がその遊びの面白さ、横軸がその制作時間で、例えば映画とか漫画だったりすごい時間がかかるんですけど、まあ、すごい面白いものは作れるのが、まあ、当たり前のことですね。まあ、たまに失敗したら面白くない映画になるかもしれないですけど、まあ、大体、まあ、面白いものができるんです。ただ一回見たら、まあ、面白くないですね。二度目見ようとしたら話の展開すべて分かってるので、最後の、結末が分かるっていうんです。で、
さっき凛子ちゃんの遊びが時間かからないですけど、大人から見るとそんなに面白くはないですけど、まあぐるぐるしてる、固まってないのが重要じゃないかなと思っていて、何どんなおもちゃを渡しても次があるんですね。ポポちゃんがなんとかなります。で、まあよく考えたら普通のエンターテインメントでは始まりがあって終わりがあって、それにまっすぐ進むだけっていうことですね。ゲームをやったらスタートから最後までがまあ、っすぐやればまあなんとかあります。で、りんこちゃんの遊びが別に終わりがないですね。どこ行ってるのかもう分かんないです。すごい道迷ってるみたいに見えるんですけど、りんこちゃんの頭の中で、まあ、進んでる、なんとなくなんか次楽しい楽しい楽しい、りんこちゃんから見ると始まりも終わりがないですね。ずっとやってるんです。で、結局本当に言いたいのが、始まりと終わりが大事ではなく間が大事です。どうやっていくのが一番大事ですね。で、今日の話を聞いたらいろんな人が大体同じような考え方を持ってるんじゃないですか。そのさっき上野の話でその道が大事ですね。28キロ歩いたらなんとか出てくるんです。別に目的があってもなくても歩くことが大事ですね。その音楽やってる人たちはまあ変なことをやってるんですね。で、りんごちゃんは大体こんな複雑なやつですけど、まあなんとなく進んでくるんですよ。なのでりんごちゃんの遊びに大事になってくるのはその間の道じゃないかなって思ってます。で、これまあ僕英語で言うとまあプロセスになるんですね。で、りんごちゃんの遊びがその間をいじってることですね。で、道っていうのがすごく面白くて、そのやっぱ日本の文化が、この言葉を思いついた時がもうやっぱ日本の文化はもう進んでいて、もう最初から分かってたんじゃないかなと思ってたんですよ。その日本の芸術では茶道とか書道とか、まあ、武士道とかその合気道とか道がついてるんですね。僕から見るとその終わりが、その目的がなくてもそのどうやっていくのが決まってるんですね。その合気道の考え方、そのフィロソフィー、生き方になってるんじゃないですか。じゃあ遊ぶ道、誘導って言うんですけど、それは何なのかっていうことで、さっき同じく変なボタンを押して大丈夫かな、はい、書くことについてちょっと誘導をやってみましょう。書くことは何なのかっていうことを考えみてます。で、ちょっと複雑な話になるんですけど、今僕がみんなの前で絵を描いてるんですけど、あのすごい下手です。で、これはまあ普通の書くことじゃないですか。僕が動いてるように、まあ、跡が残って変なものにならないようにちょっとぐちゃぐちゃにします。これ、この書くこと自体をちょっと変わってみましょう。同じような操作しますけど、なんか急にその里、なんか書いてる跡が変わってきます。で、止まってもこいつが勝手に書き続けるんです。その書くこと自体をちょっといじってみたんですね。さらにいじると今度はまあ色で自動的に変わってみるとか、そういう丸で書いてみるとか、また同じものしかやってないんですか。僕は書くことしか考えてないですけど、だんだん変わってきます。で、さらに複雑にするとギョーンって、で、これ今ずっと回すと、まあ、綺麗な螺旋が書けるようになるんですけど、僕が本当にそれを書きたかったなのかっていうのか分かんないです。ただ書くことについて、まあ、遊んでみました。で、これがその、まあ、誘導の例ですけど、そのいろいろいじること、いろいろ遊ぶことは別のところに応用できないかなと思って、そのどこで応用できるのかっていうか、そのプロセスが必要になってきます。書くことは何なのか、音楽をやることは何なのかっていうか、でもほとんどの場合はプロセスがはっきり分からないです。車の話がさっき出たんですけど、その部品を分かるために全て破壊して全てを壊す必要があるんですけど、50年前はまあフード開ければなんとなく分かってたんです。で、だんだん話が複雑になってきてるんですけど、まあ、僕がその誘導の道場は何なのかっていうか、まあ、アートとエンターテインメントと単純な遊びだと思ってます。で、今日はたまたまドラゴンさんがさっきからずっと書いてるんですけど、ドラゴンさんがやってるのがその間を見せてくれてます。そのゼロから真っ白なキャンバスから出来上がった絵の間を見せてるっていうのが、まあ僕から見るとドラゴンさんが一応誘導をやってるわけですね。書くことを見せてるんですね。で、
多分ドラゴンさんが自分の中で、まあ、出来上がってる絵のイメージがあるんですけど、その皆さんといろいろ話しながらちょっと変わってきてるんじゃないかなと思います。皆さんがちょっと影響があってお互いにものを作ってるっていうのが誘導の話じゃないかなって。で、僕が残念ながら世界を救えないですね。それ も昔から分かってきたんですけど、そんなにすごいアイデアがあって、そのこれからの問題を解ける人間ではないんですけど、その、まあ、遊びについて真面目にやってる人間として何が楽しいのかっていうのか、それで、まあ、世界救えないですけど、やりたいのは逆に皆さんがちゃんと難しい問題を解けようとしたら、いじることをちょっとだけ頭の奥にやればいろんな新しいアイデアが出てくるんじゃないかなと思います。未来のために今があって、未来に向かう道があるんですけど、それはまあ分からないですね。でさっきのずっと、まあ、リンコちゃんの話も全く一緒です。どうやっていくのか分からないですけど、すごい柔軟性を持っていろんなことを考えながら進んでいきましょう。そうするともうちょっといい未来になるんじゃないかなと思います。でこれがまあ誘導の話で、でまあ大人に質問したいですけど、純粋に遊んだのはいつぶりですかね。なかなか今の社会できないので、子どもたちに今本当に言いたいのが、まあ一つしかないですね。遊べ、でも真面目に遊びましょう。でこれからちょっと次回、ありがとうございます、次回お母さんがもうやめなさいって言うと、いや今変なフランス人がいたように、僕が世界を救うための練習やってます、そうするともっと遊べるでしょうということで、はい、以上ありがとうございました。